はい、こんぬつはどもどもどもー。今日はね、今夕顔せの蓮の上、ここをね、市内の方から行けば右折してすぐ左折、そうすればね、カフェのようなね、運命ラーメン屋がつがら向かってましたよ。うん、煮干しが見えてらっけ。うん、どこだ、こんねえって喋ってたっけやね。おしゃれなカフェみたいな緑の建物ったかな。めっけラーメン一軒さん、それではアイドガン。いやいやいや、ほーにこじゃれだとこだな。さて、なぬくべがな。ぬぼすはめてだきゃね。ほら、にぼす食ってみっぺ。おい、おめはなぬく、今日も友達と来てみました。なぬ、ま、油そば。はあ、ぬぼすの油そばな。はいはい。はい、とつましたよ。これはね、一軒さんの煮干しのラーメン。いえ、かもりだね。煮干しのね、こっちは煮干しの油そばだと。ちょっとこっちはね、一口もらうべ。一口ばりな。ドラドラ。糸巻き巻き、糸巻き巻き。あ？なに？もっとかませて。が、逆さにするか。ああ、イエベ、こんなもんだ、一口だ。どら、イエーな、これな、なんかな。よいしょ、ペコバリな、ペコバリ。などやって食うかな。レンゲですぐか。これ、いただきます。あ、うまいわ、これ。ああ。ドラ、ほんならね、こっちの煮干しのラーメン。うまい。いいね、煮干しが。いいあんべだ、これ。ドラドラドラ。ほんだらね、お、あ、いいね、これ。北方ラーメンみたいなね、手もみだ。大チキ。いただきまーす。合う。うん、うめ。うまござんすよ。はい。どら、チャチューちゃん。低温調理だな。豚ロースがな。ああ、いいね。照りもよし。あずこは。あうあう。あうあう。いえな。うんまごだんすよ。いや、濃くてうんめが。あうあうだ。はい、ということでね。ラーメン一軒さん行ってきましたよ。今時のね、今流行りの煮干しラーメン、このね、あの太めの中華手もみ麺、これね、煮干しにあーが、あーうんめっけ。まあ煮干しもね、いろいろあってもね、ゴデゴデとあのえぐみをすごい出すね。青森系のものから、こうやってね、バランスのいい運命煮干しもね、ありゃんすね。ほら、どっちが出れば、こういうのが好きだな。毎日でも消えそうだ、こら。体にいい感じがする。あとね、友達から一口もらった油そば。これもね、俺あんまり油そばばかんねえどもね、うんめっけ、いいもんだなぁと思って、今度はね、油そばね、いただきに来てみっぺ。はい、と
ということでね、今回は夕顔瀬にあるラーメン一軒さん紹介しましたよ。ありがとうね。またつまーす。優しくしないで、君はあれから新しい別れを恐れている。手が手羽ね。バイバイ。